今回は10割そばを食べ続けると体脂肪や筋肉が受ける影響や健康効果について科学的根拠をもとに徹底解説していきます。そばに興味があるんだけどいまいち健康効果がわからない、そばは炭水化物が多いから太りそう、スーパーでなんとなく適当に安いそばを買っている、こんな方が多いと思います。実は間違った食べ方をするとむしろ太りやすく健康効果も得られません。しかしこの動画を見ることで正しいそばの選び方から健康効果、ダイエット効果を学ぶことができます。実際に僕自身も大会前にこのカレーそばを食べ続けた結果、体脂肪率 25% から 6% まで落とし、大会では準優勝、優勝することまでできました。そしてその後も体型を常に維持しています。さらに僕が運営しているオンラインジムでも正しいそばの食べ方を実践してもらい、たくさんの方が体脂肪を減らすことができています。麺類が好きだから痩せる麺類を探している、そばが大好きだから痩せる食べ方を知りたい、食事を見直して痩せていきたい、そう思う方はぜひ最後まで見ていってください。それでは行きましょう。家トレダイエットのりフィットネス、高評価よろしく。早速結論からお話をすると、とわりそばによって得られた効果はこちらです。血糖値が上がりにくい、腹持ちがめちゃくちゃいい、便秘が解消した、野菜との相性もいいので栄養バランスを整いやすい、マジで痩せる、血液がサラサラになる、肌も綺麗になりやすい、記憶力の向上、このような効果があります。ただそばを食べたから痩せるということはなく、普段の総摂取カロリーによって太るか痩せるかは決まるので、そばは痩せると聞いたからたくさん食べたり、効果の薄いそばの種類を選んでいると大きな効果は得られません。他にもすごいメリットがありますが、間違ったそばの食べ方をすると逆効果にもなり太るので注意をしましょう。それではより詳しい内容をここから解説をしていきます。今回の動画内容は以下の通りです。第1章、そばが痩せる理由と健康効果がやばすぎる。第2章、そばの太る食べ方と痩せる食べ方の違いについてそれぞれ解説をしていきます。第1章、そばの健康効果がやばすぎる。まずそばに含まれる栄養素です。そばは3大栄養素がバランスよく含まれております。1束でタンパク質 12g、 脂質 2g、 炭水化物 57g、 その他ビタミン、ミネラルも豊富に含まれております。そばの健康効果は大きく5つあります。それぞれ解説をしていきます。1、炭水化物とタンパク質のバランスが良い。結論からお話をすると、そばは運動前のエネルギーとして優秀です。運動パフォーマンスは上がり、筋肉の分解も抑えてくれます。でもうどんよりそばの方がカロリーが高いですよね。このように思うかもしれません。うどんはほぼ炭水化物ですが、そばには食物繊維やタンパク質が多く含まれているので、カロリーが多くても腹持ちや筋肉維持に役立ち、ダイエット効果はそばの方が高いんです。ダイエット時に運動を一緒にする人も多いと思います。特に筋トレをする前に食べるそばは効率がめちゃくちゃいいです。運動時に必要なエネルギーは糖質になります。この糖質が不足すると筋肉をエネルギーに変えようと糖新生という現象を起こし、筋肉を分解して糖質を生み出します。この運動前の炭水化物とタンパク質の同時摂取は運動時のパフォーマンスを上げてくれて、筋肉の分解も抑える働きに期待ができます。逆にうどんだと炭水化物は効率よく摂取できたとしても、タンパク質が不足しやすくなり、運動中に糖新生を起こしやすくなります。しかしそばを食べることでタンパク質量も多く取れるため、筋肉維持にも役立ちます。さらに筋肉が残ると基礎代謝も維持しやすく、効率よく痩せることができます。タンパク質の重要性についてはこちらの動画で詳しく解説をしております。まとめると、そばは運動前のエネルギーとして優秀です。運動パフォーマンスは上がり、筋肉の分解も抑えてくれました。2つ目は血液をサラサラにしてくれる。結論からお話をすると、そばには血液をサラサラにしてくれて、ダイエットや大きな健康効果に期待ができます。そばには様々な抗酸化作用が強いことが2000年の論文で2本、2006年の論文でも分かっております。抗酸化作用とは、鉄が酸素に触れて錆びつくのと同じで、人間が体内に取り込んだ酸素も同様に錆びつきます。これを活性酸素と言われて、老化につながると言われています。そんな活性酸素によって酸化を抑えることを抗酸化と言い、活性酸素から体を守ることを抗酸化作用と言います。そんなそばにはルチン、ケルセチン、デーカイロイノシントールの4つがあります。その中でもそばにはルチンと言われている栄養素が多く、ルチンは今注目されている栄養成分でもあります。穀物の中でルチンが含まれているのはそばだけなんです。その効果は毛細血管の働きを安定強化させ、脳出血などの病気の予防効果があると言われています。
さらに弾力性のなくなった破れやすくなった血管を新しい弾力性のある血管に取り替える働きがあり、血液をスムーズに流す作用がある。血液がサラサラになると血流の流れが良くなります。正しく栄養は吸収されやすくなったり、むくみ解消にも役立ちます。また筋トレの質も高くなります。さらに血流が良くなると血圧を下げて高血圧の予防にも期待ができたり、動脈硬化やがんのリスク低減や生活習慣病の予防効果にも期待ができます。でもノリさん、1日にどれだけのルチンが必要なんですか？このように思うと思います。1日に必要なルチンは約 30mg なので、1日1食そばを食べるだけで摂取できます。このそばにはダッタンそばというものがあり、通常のそばよりも5倍ルチンが多いということが2008年の論文でも分かっております。少し値段が高いのですが、健康効果を多く得たい人にはおすすめですね。 Amazon で簡単に買えるのでリンクは概要欄に貼っておきます。ただこのルチンは加熱すると湯の中に溶け出してしまいます。そんな栄養素を逃さない食べ方は第2章で解説をしていきます。最後に信頼度の高い研究を紹介します。15件の研究のレビューによると、レビューとはある課題についてあらかじめ設定した条件を満たした論文データベース等から網羅的に収集し、その課題に対する科学的根拠を肯定的な結果だけでなく否定的な結果も含めた体系的な分析を行う評価方法を示します。健康な人と心臓病のリスクが高い人で毎日 40g 以上のそばを最大12週間食べた人は、総コレステロール値が平均 19mg/dL 減少し、中性脂肪が 22mg/dL 減少しました。最後にまとめると、そばには血液をサラサラにしてくれて、ダイエットや大きな健康効果に期待ができました。それでは3つ目は糖尿病の予防。結論からお話をすると、血糖値上昇は緩やかなので糖尿病のリスクを下げてくれる働きがあります。時間が経つにつれて血糖値が高くなると2型糖尿病などの様々な慢性疾患につながる可能性があります。したがって食後の血糖値上昇を抑えることは健康を維持する上で重要です。そばは低から中程度の GI 値を持っています。 GI 値って何ですか？このように思った方もいると思いますので、簡単に説明をすると、砂糖が GI 値100で急激な血糖値の上昇をするというのに比べて、そばは GI 値が55と言われており、これはほとんどの2型糖尿病患者が食べても安全だと言われている数値です。実際にそばの摂取が糖尿病患者の血糖値を下げることに関連していることが2007年の研究でも分かっております。ただしこれは平均値であり個人差があって、そばでも血糖値が上がる人がいれば上がらない人もいますので、そこだけは注意をしてください。この効果はデキロイノシトールの効果によるものだと考えられており、2011年の研究によると、この水溶性炭水化物は細胞が血液から糖を吸収するホルモンであるインスリンに対する細胞の感受性を高めます。つまり血糖値のコントロールがしやすくなるというようなイメージです。ただし食べ過ぎには注意が必要で、僕は1束を2食分に分けて1日3食食べていました。簡単にまとめると、そばは血糖値の上昇が緩やかなので糖尿病のリスクを下げてくれる働きがありました。それでは4つ目は食物繊維の豊富さです。結論からお話をすると、食物繊維は腸内環境を整える上で非常に重要な働きをしています。そんな食物繊維がそばには豊富に含まれており、血糖値上昇も緩やかになり、満足感が長くなったり、悪玉コレステロールを下げてくれる働きもあります。そばにはたくさんの食物繊維が含まれております。食物繊維は善玉菌の餌にもなり、腸内環境を整えてくれます。腸内細菌は食物繊維から酪酸という脂肪酸を生成し、これで有害物質が体内に入り込むのを防ぎます。大事な腸内細菌は食物繊維を餌にして繁殖します。にもかかわらず現代人は食物繊維の摂取量が減っています。でも食物繊維は野菜にもあるし、サラダはたまに食べているんですよ。このように思いますよね。しかし現在食物繊維はほとんどの方が不足しています。厚生労働省の発表では、食物繊維の摂取目安が20から 27g であるのに対し、日本人の平均は半分の13から 17g しか取れていません。うどんやパンや白米が主食の人は、おそらく食物繊維が不足している方がほとんどだと思います。見た目のカロリーだけに惑わされず、バランスの良い食事こそが食べながら痩せる秘訣です。実は昭和より現代の方がカロリーが低いのに肥満率だけ高くなっています。これには食物繊維不足や炭水化物過多の食事に原因があると考えられています。何よりもいろんな栄養素をバランスよく食べれば、たくさん食べても痩せれるんですね。ここら辺については科学的に最高のダイエット法で詳しく解説しているので、概要欄からチェックしておいてください。
さらにそばにはレジスタントスターチが含まれており、このレジスタントスターチとは食物繊維と同じ働きをする成分です。さらにお腹の調子を整える効果は食物繊維よりも高いと2010年の論文でも言われております。特に冷ましたそばには多く含まれており、かけそばは多く食べられたんだけどざるそばは多く食べられないと感じたことは皆さんないでしょうか。それはレジスタントスターチの量が多いざるそばの方が満足感が高いからですね。まとめると、食物繊維は腸内環境を整える上で非常に重要な働きをしております。そんな食物繊維がそばには豊富に含まれており、血糖値上昇も緩やかになった結果、満足感が長くなったり悪玉コレステロールを下げる働きがあります。ここでお知らせです。たった3日で基礎知識が学べる筋肉塾を無料で行っています。ボディメイクのゴールはあなたがあなた自身の専属のパーソナルトレーナーになることです。そのために正しい知識、行動する方法、それらをたった3日で学んでいきましょう。詳細は概要欄から。イエドリダイエットノリフィットネ。それでは5つ目は記憶力や肝機能の向上です。結論からお話をすると、そばに多いコリンはリラックス効果、記憶力を高める効果、肝機能を高める効果、動脈硬化を予防する効果、血圧を下げる効果があります。そばにはコリンという栄養素が多く含まれております。コリンはアセチルコリンという神経伝達物質の元になる栄養です。神経伝達物質って何ですか？このように思った方もいると思います。神経伝達物質とは神経を興奮させたり、また逆にその作用を抑制する作用を起こします。例えばホルモンであるセロトニン、ドーパミン、ノルアドレナリン、アセチルコリンによって睡眠、行動、気分、記憶、エネルギーなどの脳機能において重要な役割を果たします。これらの神経伝達物質は食べたものから直接脳でも作られます。ドーパミンやノルアドレナリンは力が出たり一時的なやる気が出ると思います。筋トレをした後に興奮して寝れないなんて経験をねしたこともある人もいると思います。逆にアセチルコリンは筋肉がリラックスしたり心拍数が落ち着いたりします。このコリンがアセチルコリンの材料になりリラックス効果に期待ができます。そんなコリンには記憶力を高める効果まであります。脳内のアセチルコリン濃度は記憶力の保持や脳機能向上を左右しているとも言われており、認知症の原因の一つはアセチルコリンの減少だと言われております。またコリンそのものが脳の記憶形成を助ける働きがあると言われています。さらにコリンには肝機能を高める効果であったり、動脈硬化を予防する効果であったり、血圧を下げてくれる効果もあり、ルチンと合わせて大きな健康効果に期待ができます。まとめると、そばに多いコリンはリラックス効果があったり、記憶力を高める効果があったり、肝機能を高める効果があったり、動脈硬化を予防する効果や血圧を下げる効果にも期待ができました。これだけのね多くの健康効果がそばにはあります。最後に第1章を簡単にまとめると、1、炭水化物とタンパク質のバランスがいい、2、血液をサラサラにしてくれる、3、糖尿病の予防、4、食物繊維の豊富さ、5、記憶力や肝機能の向上、このような効果に期待ができます。白米やうどんをやめてそばに置き換えるだけでマジで痩せるのでおすすめです。僕も80キロから60キロまで痩せることができていますが、間違いなくそばは欠かせない主食でした。それでは次の章へ参ります。第2章、そばの太る食べ方と痩せる食べ方の違いについて解説をしていきます。結論からお話をすると、太る食べ方は小麦粉たっぷりのなんちゃってそばに天ぷらなどをトッピングするパターンです。そばの健康効果は全てそば粉にあります。痩せる食べ方は10割そば、つなぎがしっかりしているものを食べたい人は8割そばを選ぶことが重要になります。では理由を解説していきます。まず天ぷらを合わせて食べたい気持ちはわかるんですが、食べ過ぎると太る原因になります。一番いいのは刺身と合わせて食べたり、焼き魚や鶏胸肉と合わせて食べるとより満足感も高く、タンパク質量も多くできます。ではそばは健康効果が高いから今日から安物のそばを買って食べよう、こう思った方もいると思います。まあ、スーパーとかで30円とか20円とかでたまに売ってますよね。実はそのそば、見た目はそばでも栄養素が全然違います。そばの配合を確認することはとても重要です。なんとなくそばを選ぶと小麦粉が多いなんちゃってそばを選ぶことになります。また外食の時も同様です。小麦粉を使うと血糖値が上がりやすく中毒性も上がるため、商売をするのであれば安価で抑えれて良いのかもしれません。ただここに騙されてはいけません。しっかりそば粉の配合を多くしているものを選ぶ必要があります。ひどいものだとそば粉は2割1割も入っていないものがあるので注意です。
蕎麦の健康効果は全て蕎麦粉にあります。つまり蕎麦粉が少なく小麦が多い蕎麦は栄養価も低く、うどんを食べているのと変わらないことになってしまいます。では最適な配分は何なんですか？このように思う方もいると思います。一番いいのは10割蕎麦です。つなぎがしっかりしているものを食べたいと思う方は8割蕎麦がおすすめです。よくスーパーなどで見るのはとわり蕎麦や二八蕎麦です。原材料の欄をチェックしても書いていないものも多くあります。スーパーに売っているのは蕎麦粉が3割以上ないと蕎麦と表記できないようになっております。その中でも見分け方として蕎麦、小麦粉、塩の順で書かれていれば蕎麦粉は5割以上は使われております。安心なのはパッケージに二八蕎麦と書いているものであったり、とわり蕎麦と書いているものを選べば間違いないですね。まあ、たまにね、後ろを見ると二八蕎麦って書いているんですが、小麦粉がね、一番初めの順番で書かれているものとかもね、あったりするんで、まあ、そこだけは気をつけてもらえたらと思います。一番は高いんですが、脱炭蕎麦を選べば最も栄養価の高い蕎麦を食べることができるでしょう。蕎麦も含め汁も飲んで OK です。満足感が高く栄養バランスも整っており、かなり痩せると思います。僕的に一番おすすめの食べ方は野菜カレーの中に入れてカレーそばにする方法です。こうすることで野菜のビタミンと一緒に摂取することでルチンの働きが良くなったり、キノコに含まれるベータグルカンという食物繊維と一緒に食べることで腸内環境を一気に整えてくれる働きもあるため、相性抜群のダイエット飯となります。詳しくはこの動画で作り方を解説しております。ただすごい健康効果があるからといって食べ過ぎにだけは注意をしてください。このように世の中には知らないだけで健康で痩せる美味しいものがたくさん存在していたり、辛い思いをしなくてたくさん食べても痩せることが可能になります。このように知識を学ぶだけで圧倒的に結果が出しやすくなります。そしてそんな知識をたった3日で学べる筋肉塾を無料で行っております。栄養面や筋トレのセットの組み方など基礎的な知識を効率よく学べます。概要欄から誰でも参加できるので、この機会に学んでみてください。最後にまとめると、太る食べ方は小麦粉たっぷりのなんちゃってそばに天ぷらなどをトッピングしてしまうパターンです。そばの効果は全てそば粉にあります。痩せる食べ方はとわりそば、つなぎがしっかりしているものを食べたい人は8割そばを選ぶことが重要でした。このチャンネルでは科学的見解からダイエット筋トレ初心者に最適な方法を配信しています。見逃す前にチャンネル登録よろしくお願いします。高評価も励みになっております。最後までご視聴ありがとうございました。無料で参加ができる筋肉塾、僕がマイナス22キロ痩せて筋肉を増やした方法、僕の友人がわずか3ヶ月で腹筋が割れた方法、1000人以上の相談実績や100本以上の論文から導き出された答えをたった3日で全て学べる学校です。さらに有料級の5つのプレゼントまで配布しています。1、筋トレ初心者用家トレメニューテンプレート。2、1週間の和食献立レシピ電子書籍。3、POC バランス計算マニュアル PDF。 4、痩せる飲み物レシピ電子書籍。5、1年目の時知るべきこと7000動画講義。あなたがあなた専属のパーソナルトレーナーになることが本当のゴールである。概要欄から誰でも参加できます。